どうもこんにちは宣伝部長のココイチです。ということで今回はですね「代表権騒動の裏」ということでいわゆるねあの先日からご紹介させていただいてます横田由美子さんがですね続編みたいな感じで、まあ、動画を出されてまあ内容が濃い濃い濃いって感じですね。<laughs> あのすごい濃いですね。でなんかやっぱりそれぞれの見てる軸によって違うって感じであくまでこの「代表権騒動」って とかね、まあ、翼の塔の問題って、まあ、大津さんとか黒川さんとかその周辺で目立ってる人たちっていうんですかね、まあ、いわゆるフロント役なのかな、まあ、とにかくその人たちがワーワーになっていてでその背後に透けて見えるトヨタ弁護士とかそれからビッグスポンサー Y 氏の話をちょこちょこしてきたわけなんですけどもあの何て言うんだろうな まあ横田さんはどっちかっていうとその、えー、と背後にちらちら見えていたトヨタ弁護士であるとかそれからビッグスポンサー Y 氏となんかバチバチやってきたようなので,でその視点からするとあいつらここでもみたいな <laughs> ことだったらしく、まあ、彼らのこう、ね、略歴みたいなことをご紹介されていたので、まあ、それをちょっともとに今回ねいろいろお話をしていきたいというふうに思います。 はいというわけでお話の中で出てくるねちょっと企業名をいくつか書かせていただいてそれももとにいろいろ話したいんですけどなんかね最初の方にねもう大津さんに関してはもう政治家に不向きだということで <laughs> なんで入ってきちゃったのかねみたいなそれは立花隆さんが政治家女子48等という面白そうな企画やっちゃったからやーってのがあるんですけどまあ早く正解からはは去った方がいいというふうにおっしゃっていてまあ普通みんなそう思いますよね。<laughs> <laughs> 本当に <laughs> これでもこれをずっと言い続けてきた一年だったような気もするんですけどはいでえー、っと今回はだからえー、っとですね、まあ、大津さんの話というよりはえー、っとその裏人脈というか裏でチラチラ見えていた人ですねトヨタ弁護士であるとかその Y 氏の話ででまずねこのユニバーサルエンターテイメントっていうこれパチンコメーカーなのかなあるぜという名前の方が有名かも分かりませんが元の名前がそれでまあ何回も名前変えてるんですけど で、まあ、ここの、えっと、裁判ですねいわゆる株主代表訴訟ですねはいで、まあ、ここの代表取締役だった人物が、まあ、要するに不,、まあ、不正なお金の使い方っていうんですかねをしたことによって株主代表訴訟でお金を取り戻そうみたいな裁判ですねがあったらしいんですけどでこの記事を横田さんが書かれていてですねなんか私も以前ねなんだっけなあの 勝部弁護士ですねなんかその木原事件で勝部弁護士がねまあ遺族側につくみたいな話が出てきた時にまあなんかいろいろ調べてる中で出てきた記事にも。 だからまあその時にこのねえっと裁判の中で出てきたんですけどあの非常に難しい裁判らしいんですけどそういうのを勝ち抜いたというまあ優秀な弁護士みたいな感じで紹介されていてなるほどみたいなじゃあ大丈夫だねみたいなふうにまあご紹介した記憶があるんですけどもまあとにかくだからそういうちょっとまあまあ最終的に木原事件は絡んでこないんですけどなんかなんかいろいろ名前が出てくるね木原さんみたいな。 <laughs> あの何て言うんだろうなそもそも木原事件もね木原さんがそもそもまあそもそもはもともとは関係ないみたいな話がありまして、まあ、そういう運命のもとに生まれた人なのかもしれないですねはいでえっ、ー、とまあそれちょっと置いといてまあ裁判の方なんですけどもこのユニバーサルエンターテインメントの前社長ですねその代理人が、まあ、トヨタ弁護士だったっていうのがあってそれから、えー、と株主側ですねの まあいわゆる訴訟っていうんですかね、えー、と株主訴訟だからその中の原告に山中さんもいたのかなみたいな、まあ、感じのことのようですという感じでそこからまあまあ因縁の関係性っていうんですかね <laughs> があってでその後にあのこのねあのよく名前が出てくるこの桜フィナンシャルニュースっていうのがありますよね今山中豊さんのもまあもう持ち物というか会社になってましてで なんか1回なくなったけどまた復活しみたいな感じででこれが。 ななんんんだろうこれなんか計画あったと思うでですよねで例えばあのそのそなかなか入れない大津彩香さんの記者会見には、まあ、杉田さんとかはなぜか入れたんですけどそこで「桜フィナンシャルニュースの杉田です」って言って質問したりとかしてたんですよねだからこっちからはまあお小遣いなり何なんだろうなまあよく分かんないやまあこっからお金がもらえるような何,何かがあるのかもしれないんですけどそういうのであったりだからななんかふざけてるか <laughs> ふざけてるのかなってか <laughs> ちょっと思ってたんですけどそしたら今回の、えー、と東京15区補選であの翼の党になんか取材していたなんか記者の方の中に「桜フィナンシャルニュースのなんとかです」みたいな人がいてまた杉田さんかと思ったらまあ確か女性だったような気がするんですけどまあっていう感じでまな、あ、んかしらここでやろうとはしてるんだろうって感じですよね。はい まあちょっとなんか使い道についてはまあ検討中っぽいですけどまあここでなんか印象操作しようとしたのか分かりませんがまあ今見に行くとちょっとよく分からん記事が並んでいて何だろうな木原さんのことがなぜかあの記事になっていたりとか <laughs> あのな何なんだろうなというような感まあいわゆるあの いろんなネット記事ありますけれどもその中でもちょっとわけわからんわけわからんっていうわけじゃないけどちょっと意味がわからないサイトになってるような気がしますがまあきっとこれを利用して何かしようとしていたんじゃないかって感じですねで、まあ、過去はまあとにかくこれを使ってまああの大暴,大暴れしていたらしいんですけどでこれってのはもともとですね山尾さんって方が代表されていてでこの方ってあの元ライブライブドアの方 ででんて言ううしょうねはいだから結構有名な経済人が結婚式に行ってたような気もするんですけどまあそういう話をしてる人がいてまあっていうのはこのお相手が有名な人で山尾しおりさんですね。であこれ漢字にした方がいいな。はい でこれな,なんで感じにしたかっていうとこの山押し寄りのこの桜を取ってこれで桜フィナンシャルニュースっていうことにしたらしいですねウィキペディアによると。にもかかわらずにもかかわらず裏切られてみたいな、まあ、そういう話があって、まあ、これはあの当時大騒ぎされたというふうに思うんで、まあ、これはあまり突っ込みませんけどもまあまあこの方が作ったんだけども、まあ、利益が出ないっていうことであの Y 氏に事業譲渡がされたようですね。はいで そして、えーとで、ここのなんとこのさくらフィナンシャルニュースの代表にですね横田由美子氏が。 あの代表になったっていいいうことらしいんですよねはい、ただまあ、その後この会社はいろいろやらかしていくことになるんですけどその手前だったらしくなんかその相手なんかいろんな会社を攻撃するってうんですかね、まあ、そういう手法をとってましたよね、まあ、それによっては後に捕まることになるんですけどあのそれがまあよ田こえみ越し的には嫌だったんで排除していたら追い出されてしまったと <laughs> いうことですね。はい でえっ、ー、と、そして横田氏が第三者告発したみたいなことあるんですけど、まあ、いずれにしても、この裁判で勝ったものであるとか、給料等々ですね、1年弱ぐらいだったかな。まあまあ、とにかく結構な期間ですよね。で編集長っていうか、代表ですから、それなりの,あのフィーだったというふうに思うんですけれども、それがなんか、未だに支払われてないそうですね。なんか、すごいですね。 なんかこうやっぱりこの裏側人脈を探ってると似たことが大津さん給料払ってないっすよねみたいななんでそんなことそんな選択肢ってまあなかなか取れないじゃないですかでちょっと調べただけでその給料支払わないとどういうことになるかみたいなことが書かれている いるんですけど、まあ、結果としてそこを貫き通したことどかっていうことの背景になんで大丈夫なのかってな,なぜなら俺やってっからみたいな <laughs> あのわかんないですよ。<laughs> そ,れそれを、まあ、説明した人は別なんでしょうけど、まあ、例えばトヨタ弁護士とかね、まあ、まあまあそのあたりについて海線山線の人が別に払わなくても大丈夫ですってやっちゃって、まあ、実際ね、まあ、それがまかり通るのかどうかよくわかりませんけども。 民事的には逃れられてもこれ刑事になったら逃げられないんじゃないかなと思いますがまあねということですよねだから、まあ、今回いろいろ関わってる方々ですけどもだからグレーゾーンをこう言ってて まあ、多分一歩踏み出してるか可能性はあるんですけどただ民事だとどうしようもないよねっていう,こうその辺をこう,うまく逃げて逃げてきたけどさすがに刑事事件化してさらに警察の捜査とかが入っていった時には逃れられない、まあ、警察の捜査力だったりすると全部あぶり出されちゃうよねみたいなことがきっと。まあ とあ,ありそうだなって感じで、まあ、だから正直翼の塔がやり過ぎたことによって一網打尽みたいなことがまあ起きるかもしんないよねっていうところですよね。本当になんか世の中には神様っているんだなみたいなちょっと展開になってきてますけどだから結構今までそういう形で嫌な思いをしていた方々があのまあ 安堵したたりり喜んだりみたいなな状況になってますねどんだけ迷惑かけてきたんだみたいな話があるんですけどまあということですと、まあ、そういった因縁があったらしいですねでえっ、ー、とそしてえっ、ー、と A 社ですねあ,あでここで嫌がらせした A 社側とそれからあの要するに ビッグスポンサー Y 氏でなんか裁判になったらしいんですけどこの A 社側についていたのがまたこれトヨタ弁護士ということでありましてねなんかやってることがなんか結構同じようなことやってないみたいな感じで、まあ、とにかくここ,かここではトヨタ弁護士と Y 氏はまあ戦う関係性だったんですよねでもあの戦うほどになんか相手の力がわかるっていうのがあるんですかね後にだから仲間になっていくわけですよね仕事を依頼していくというかはい。 といいうう感じででえー、っとということですよだからこの一時は揉めてたから Y 氏の方が豊田弁護士に懲戒請求をしたそうですという感じでねこの懲戒請求もどっかで見たことないですかって感じで代表権騒動の割と初期の方にまあ,あの海用マリノさんに対して司法書士のね懲戒請求じゃあみたいなことありましたよねなんかね別にこっから指示が飛んでたわけではなくって、まあ、こういうのもあるよっていうのをも なんかこうね差し出すだけでなんか乗ってきそうな勢いは当時はありましたから多分そっからなんじゃないかなと思いますけどい、まあ、いずれにしてててもなななんか似たよううここととが起きてんなっていうところですね、はい、だからまあちょっと大津さんがあそこまで戦えた背景についてはまあある程度はなんか分かってきたところあるんですけど知恵の部分についてはこ,うこ,うこのお二人から結構きてんじゃねえかなって。 っていいう,うに思わざるを得ないですねだから最初トヨタ弁護士は Y 氏がいてそうだからそうですねで後に、えー、っとトヨタ弁護士登場みたいな感じになっていくわけですけどだからトヨタ弁護士が登場してから多分そこの言うことは大体おおむね聞くみたいな感じになったのかなだからまあ割と結構重要なポジションですよねトヨタ弁護士ねはい。 で多分ですけど Y 氏は大津さんにめちゃくちゃ嫌われてるのでおそらくそこは聞かないって感じでそこをまあ黒川さんとか別の人がうまく説明していたんでしょうけどまあそこもまあ縁が切れるっていうことになってしまったんでやっぱりトヨタ弁護士の存在というものはまあ大きくまあ彼女の行動に影響を与えてる。 はずですよねしかもそのなんかこう戦略のもとは実は賄賂だったりすると、まあ、トヨタ弁護士を通してみたいなことがあったかもねみたいな感じでまあ、とにかく似たようなことが起きてたって感じですね。はい、でらフィナンシャルニュースのまあ、記者の中には杉田さんもいたよっつ。<laughs> あの <laughs> 話ですね、はい。で、あとはえっ、ー、とこれもねあの皆さんご存知、タウンストーリー株式会社ですねこれは不動産の会社で割とこのね最初に Y 氏の名前が出てきた時にまあすぐあ検索すると出てくる会社だったかなで当時この会社はどうなんだみたいな感じででこの会社がなんかね選挙アドバイザーっぽいことをねやって デルフだったんですよねで,でこの会社に確かえっ、ー、と富山さんもね所属していたはずです今は分かんないですけどしていた時期はあったのは間違いないっていう感じですかね、まあ、そうなってくると富山さんっていうのは、まあ、大津さんとは良好な関係性でまあ黒川さんと別れた後とも結局富山さんの選挙応援にえっ、ー、と 大津さん言ってるからある種富山さんからの、まあ、進言とかアドバイスみたいなやつもあるかもしれないですね。でなんか最近ねなんかえっと大津さんが、まあ、スペース等々でね自民党の裏金議員は捕まえないのに翼だけなんじゃかんじゃって言ってたんですけどその主張がめちゃくちゃ富山真希さんにそっくりなんですよ。なななんんかかかそのなんかお,おかしいなと思って <laughs> で多分ですけど、まあ、言ってくれっつってあんま言う人ではないと思うからなんか翼大丈夫ですかみたいな今大変なことになってますねみたいな形の中で会話かあるいは連絡取ってでも私はこうでやっぱここはおかしいと思うみたいなね、まあ、そういう熱い主張をね語られたか多分 LINE かなんかでやりとりしたんだというふうに推察しますけどそれを見て。 その通りみたいな <laughs> で、それをそのまま言っちゃったみたいなまあ感じなんじゃないかなと思うんですけどね、ある種素直な人ではあるっていう感じなんでね、はい、立花だけは受け入れないみたいな <laughs> 感じになっちゃってるんですけど、まあ、逆になんかまああの聞く人の話はまあ普通にスーッと聞いちゃうような感じのイメージなんでね。はい ということなんでそうすると Y 氏経由は実は黒川さんだけじゃなくて富山さん経由もあるしって形あるいはトヨタさんも通せるって感じでねまあだから司令塔かなみたいなの <laughs> 思ってたら影響力でかいんじゃねえかなーっていうふうにちょっと思ってるという感じでまあ、そうすると最近の翼の党の大暴れのみならず代表権騒動の方においてもまあ、かなりの役割をねやっぱりしていたって感じですかねあとはあの お母さんんをね、なんか漢字、えー、とおこれお津さんがバラしてたやつですけど Y 氏の、えー、とお母さんを幹事長にしてくれみたいな話があったらしいんですけどねはいだからちょっと今はあの,あの建物はお母さんの持ち物ででだけどそこを2日ぐらい貸したら山中さんにあ言っちゃったまあいいやもう山中さんでわ Y 氏ね <laughs> 某某 Y 氏。Y 氏がですね、えー、っと、乗っ取られちゃったみたいなね、まあ、そういう話がね、立、ま、花、あ、さんがされてたと思うんですけど、それもなんか、どうなのかなっていう感じですよね。いろいろ考える人だから、あのー、そっちにね、母親の方に対して迷惑いかないように、じゃあそ、その、そういうことにしといて、契約書まいとこうよみたいなことをした可能性がありますよね。なんか、 多分あのなんか契約書あるとか言ってたような気がするんですけどそうだからまあねちょっといろいろ怪しいっすよねだっていろんな会社の登記がなされていて気づかないわけねえじゃんみたいな、まあ、最近急にババって増えたのかな、まあ、とにかくでも息子の会社だけでもかなりここに登記されてるわけだからそれを知らねえっつうのはまあ知らねえっていうかうん困ってるっていうのは どうななのかっってちょっと思うととありますけども、まあ、とにかくあの息子のとこまでは多めに見てたけど確かに翼の塔の人たちが入ってきてわちゃわちゃやりだしたのはちょっと想定外だったかもしれませんが、まあ、いずれにしてもその母親の方に対して何か被害が及ばないようにまあおそらくですけども親子で話し合っていやもうあの無理やり住み着いたってことにしようよみたいなそういうなんかこう裏工作っていうんですかね しててる可能性があってでそれをじゃあ警察に相談しますそれからえっ、ー、と立花さんに相談しますっていうなんか裏読みをしてしまうところがあるんですけどねまあ分かりませんここは本当に困ってあ,のあちこちに連絡したし息子にも言ったけど出てってくれなくてっていう <laughs> まあことがあるのかもしれないんですけどはいという話ですねはいであとは えっとこの少数株ドットコム株式会社っていうのもこれも山中さんがほぼ持ってるような会社なのかなで、えー、っとここの顧問弁護士の中にまあトヨタ弁護士が所属している事務所名が書いてあると、まあ、当然そこのトップは、えー、っとトップのところにねトヨタ弁護士の名前が書いてあるんでトヨタ弁護士だと思うし でもう一つねえっと面白いのを見つけたんですけどそこの顧問弁えっとが顧問弁護士事務所が3つも書いてあるんですよねすごいねと思ってここなんか儲かってんですかねよくわかんないですけどまああれかあの株式絡みだからちょっと難しいのかもしれないですねまあとにかく3つ書いてあって1つ目が一番上がその豊田弁護士が所属している事務所で2つ目がですねえっと翼の党の顧問弁護士 だったあるいは継続してるかわかりませんけどもそこの事務所名が書いてあって <laughs> あのもう本当になんかもうなんかつまあだからわ Y さんがいろいろある人脈をみ皆さんなんかこの翼の党なりこの「太平洋剣騒動」でめちゃくちゃこう展開されてるからやっぱ影響力でかいしやっぱり。 ととなななると責任もね重いいんじゃないかなみたいなただ、その辺は海線、山線なんで自分のところに責任が来ないようにいろいろ画策してるんじゃないかというところですかね。はい、ただ、そこも警察が入るといろ、まあ、んなお金の流れを終えちゃうからごまかしきれるのかどうなのかっていうところですかね。まあ、そこも多分考えていろいろ手を打ってる可能性はありますけどね。はいということですかね。はい はい、まあということでなんか思ってた以上にあのまあいろいろ知恵をあげてるのは分かってましたけどまあいろいろ分かってきたかってかなって感じですよね。だからまあ基本的にだから Y 氏がバックにいていろいろなんとかしようみたいなだから親孝行で場合によってはその何 <laughs> て言うんだろうな。 <laughs> あの幹事長の知位を考えてるかもしれないしそこに黒川さんの方の左系の人脈も結びついてっていうのがまあ、あったような気がしますけどみんながおそらく想定外だったのは大津彩香さんの性格じゃないですかね性格っていうのかなまああまりなんかこう多分いろいろ言うけど思い通りには動かなく ったんでしょうねていうのはきっとそうなんだろうなと思うけどその辺をうまくトヨタ弁護士がついたりする中でうまくハンドリングしたけどまあ上手に操作しきれず破産に至ったのかなっていう感じですかね。ははいい多分ですけど <laughs>、はい、という感じなんでそうするとやっぱりねいろんなお金についてはこうそういう人たちのところに消えちゃって今頃うまく隠されちゃってんじゃないかなって思ってしまいますよね。 でしかもその責任を負うのはその裏にいる人だではなくってなんとフロント役の大津彩香さんっていうことになっちゃうとそしてみんなが怒ってるのも大津彩香さんですよねっていう感じでねはいというわけで悪い人は裏に隠れるんだなみたいなふうに思いますけどであとですねあの大津さんが最初の方ですよなんか給料本当に初期の初期に揉めてた時にまだあの記者会見とかする前 ですよなんか帳簿見せてくださいみたいななんかそういうのありましたよね給料がんたらかんたらとか。ででそれであのー、見せてくださいって調査しますみたいなねそんな感じのあったと思うんですよ。で、まあ、その時におそらくいろいろこうねその裏の方々と話してストーリーが決まってたというふうに思うんですけど。<laughs> まあそれが結局じゃあ給料支払ってくれるんですかって質問に対して答えなかったからまあ呆れもうみんなちょっと信用できないねってなってまあ結局見せてもらえんってことになったんですけどでその時にまあ大津さんが結構イキってまして <laughs> あのなんかこっちこっち専門家連れて乗り込むぞみたいなことを言ってたんですよ。で,で、えっと そん時に思ったのは後に分かったのはおそらくですけども、まあ、当然黒川さんとか連れていくでしょうけど富山さんとかねでそれプラス YC もいたんじゃないかって思うわけですよでただ、えっと、選挙のアドバイザーだけがよく分かんなくて先ほどのあの何てでしたっけはいあすいませんちょっと途中で切れてしまったんですけど、えっと、選挙アドバイザーを連れてきますよっていうくだりが確かあったんですよ で、で先ほどのなんかタウンストーリーという会社もそういったなんか選挙なんかサポートみたいなことっていうのアドバイザーっぽいことをやってるみたいな記述があったので当時その当時ですねだからその Y 氏の存在が出てきた時にあこの会社がなんかあってそのなんかこれって Y 氏のことなのかなって思ってたんですけどなんか最近ですね えっと、もう一個、あれかな横田さんが出された動画の中で、その、えー、っとですね、とある、とある、とある YouTuber っていうのかな、うん、まあ、ちょっといい言いづらいな。あの、まあ、過去に、えー、っと、共産党にいたのかな そうで私も結構好きで見てるんですけどねでただなんか結構立花さんに対して刑事告訴するぞとか過去に結構やっていてこの人何でこんなに怒ってるのかなって当時ねなんか思ってた記憶があるんですけどまあでも普段の動画は別にあの楽しく見させていただいてるっていう感じなんですがあのその方の話が出てきてあの結構。 あの翼の塔とかに知恵与えてんじゃないのみたいなツッコミをされてたんですよね。でそ,その時にあなるほどみたいな <laughs> そうだからあの今回の代表権騒動においてもうとにかく立花さん今まで攻撃していた人たちの集合体みたいな感じになってみんなあ,あらゆる人があぶり出されたっていうかあなんかもう少なくとも立花さんに公で。<laughs> 文句言ってる人は必ず大津さんと連絡取ろうとしたりなんてなんだかんだつながったりあるいは X で応援したりみたいなことあったんですけどそういえばこの方は刑事告訴までするぞみたいな告発かするぞっていうことまで言っていたのにあんまりなんか絡んでこないなと思ってたんですけどひょっとすると割と初期の方から <laughs> その選挙アドバイザーとして俺行ったらみたいなことを言ってたのかもしれないなって。 いいうふうに思ったったていう話で、まあ、ここについては、ね、確,確定的な話じゃないんでちょっと分かりにくいとこもありますけどもまあそんな感じでね、まあ、とにかくあらゆる人たちが裏でこううごめいていて大津彩香さんのあの強気の理由もよく分かるっていうか立村さんに反目したら瞬間に立村さんに対して反目していた人とかあるいは、まあ、お金目当ての人もいたでしょうし、まあ、いろんな思惑の人が寄ってきて力を ととか知恵を与えててくれたっていううことなんでしょうねだからまああの暴走も成立したし実際今実質乗っ取ったみたいな形になったっていうことなんですよね。はい、だからねまあちょっとね今まで見えなかった部分についてかなりまあ 分かってきたしそれからまあ警察の捜査によってより明らかになっていくしそれからま別件の方でね債権者委員会っていうのを立ち上がりそうですしそうなってくると帳簿も見えてくるしそうなるとお金がどこに流れていったかも含めて分かるから少なくともお金関係がどう流れていったかっつうのは分かるんですよねだからまあ翼の塔に流れたのかとか含めてですけど。 誰がどのように協力し、それに対してどう対価が支払われたかっついうのは少なくとも分かっちゃうっいう話ですね。はい。というわけでなかなか熱い展開になってきました。以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくね。